大変長らくお待た,せいた,しました,ただいまから愛知トリエンナーレ2019国際フォーラム「女の時代における表現の自由と芸術」を開催いたしますこのフォーラムは本日と明日の2日間開催いたします本日ご参加の皆様に申し上げます受付でお渡しいたしました注意事項を守り静粛にご覧いただきますようお願いいたしますまた会議の様子を YouTube ライブで配信いたします会場内におきましては、えー、報道機関が自由に撮影を行いますのでご理解とご協力をお願いいたします本日の配布資料は次第登壇者プロフィール国際フォーラムに関するアンケートでございます不足がございましたらお申し出ください、えー、本日のフォーラムでは同日通訳を行いますお手元の同日通訳レシーバーをご確認ください イヤホンを耳につけていただきイヤホンジャックのすぐ隣にある音量とあるつまみを右へ回します電源が入りますと緑色のランプが点灯いたしますつまみを左右に回していただきますと音量が調整できますもう一方の受信チャンネルというつまみを1チャンネルに合わせていただきますと日本語音声 2チャンネルに合わせていただきますと英語音声でフォーラムをお聴きいただけます使用後は音量のつまみを左に回していただき電源を切ってください緑色のランプが消えて電源がオフになっていることをご確認いただきたいと思いますそれではまず大村愛知県知事よりご挨拶を申し上げます はいえー、皆さんこんにちは。 愛知県知事の大村秀明です、えー。ようこそお越しをいただきましてありがとうございます。えー、8月1日に愛知トリエナーレ2019がスタートいたしました。2ヶ月が経過をいたしました。えー、残すところあと10日ということになっております。えー、これまで、えー、だいたい、えー、10月2日現在で52万人の方にですねご来場いただいておりまして、前回よりもですね10、えー、数パーセント増えてるとまあこういうことでございます。多くの皆様にですねご支

検証委員会を開いていただいて中間報告を取りまとめていただきましてそれを受けて私どもの方から展示再開に向けて9月30日に トリエナレ実行委員会から不重点実行委員会の皆様へ安全安心を確保することなどをはじめ4つの条件を提示し協議の申し入れをさせていただき今協議をさせていただいているというところでございますそして今日明日5日6日の2日間にわたりまして開催するこの国際フォーラム「女王の時代における表現の自由と芸術」は「 国内外のジャーナリスト、キュレーター、そして作家の皆様によるプレゼンテーション、ディスカッションが行われる予定とお伺いいたしております。有意義なフォーラムとなりますように、何卒よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。なお残りの会期10月10日まででありますが引き続きですね、安全安心な運営に努め、多くの多くのですねあの県民の皆様、ファンの皆様にですね楽しんでいただけるようにしっかり努めてまいりたいというふうに思っておりますので今後とも。 何卒よろしくお願い申し上げて冒頭ご挨拶とさせていただきます、えー、今日はよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました本日と明日の両日のフォーラムの進行は上智大学国際教養学部教授の林道夫様にお願いをしております それでは林様よろしくお願いいたします。どうもこんにちは林と申します。えっ、ー、と上智大学の国際教養学部というところで美術史を教えて。 教えながら美術批評なんてこともやってるんですがあの、えー、つい1か月ぐらい前にあのこの「愛知トレーニャー」についてシンポジウムをやるので司会をやってくれないかというふうにあの検証委員会の皆さんから頼まれてそれで引き受けお引き分けをしたという次第です。えー、それであの、えー、今日ちょっと一部がプレ,ゼンシンションプレゼンテーションが4つぐらいあってでそれから休憩をとってその後二2時間余りのディスカッションということなのでちょっと ちょっと長丁場になりますけれども、あのどうかよろしくお願いいたします。それと、えー、ともう一つあの冒頭に言っておかなければいけないのは、あのディスカッションの時にあの私えっと英語と日本語とランダムにこうスイッチする場面があるかもしれませんので、あの同時通訳をご利用の方はあのその点あのちょっと注意をしておいていただきたいと思います。 それで、えっと、今回の「愛知トレーナーレ」は皆さんご存知のようにあのその一角にしつらえられた「表現の不自由点その後」というセクションが、まあ、オープンと同時に大きな話題になって脅迫や暴力的な電話やメールによる攻撃にさらされ3日間で閉鎖を余儀なくされました。 えー、その後の騒、ま、動、あの広がりと複雑化については多くの人が、まあ、ご存知でしょうしその後の発表でも、まあ、そのあこのあの発表でもその経過について山梨座長からあの触れられることがあると思います。で、えー、今日のこのシンポジウムはそのセクションの閉鎖と、まあ、それに続く多くの参加作家たちのボイコットという事態を受けて、まあ、緊急的に組織されたものであって。 もともとは明日の国際シンポジウムだけが、まあ、このトリエンナーレの始めからの企画としてプランニングされていたわけですけれどもその枠組みは、まあ、トリエンナーレの主題であった女の時代ということをめぐっての議論これが中心になる関係上、まあ、今起こっていることについて私たちに突きつけられている諸問題それ,をまあそれ自体を深く考えることはそこではできないだろうということで、まあ、緊急的に今日シンポジウムをやって えー、そして、まあ、そ,れをそれをベースにしてまた明日シンポジウムをやろうというあの、えー、格好になりました、えー、ただですね今,今起こっていることというのはあのまさに美術作品が引き起こす、まあ、非,常非常に強い感情的な反応ということとそういう議論と直結していますので、まあ、今日と明日の議論が全く違うものになるかというとそうではなくて 私たちとしては今日から明日へと議論が複数の経路を通してつながっていくようになればいいなというふうに考えていますそして今日の後半それから明日の議論がこのトリエンナーレの一部ということではなくて全体としてどのような問題を私たちに開示してくれているのかそういったことを視野を広げて海外の事例なども比較しながら考えてみたいというふうに思っています まあそれにしてもまあ本当に短い準備期間での声がけに応じて名古屋まで足を運んで下さった登壇者これからあのお一方ずつ発表されますけれどもあのまずお礼を申し上げたいと思います、えー、さてですねえその今回の一連の事件というものはまあ言うまでもなく表現の不重点というまあトリエンナーレないの1セクションにあってまあそこに展示された作品群をめぐってえ脅迫とか暴力的な抗議がなされ 検証委員会の報告では、ソフトテロリズムという言葉を使われていましたけれども、そういった見ている人、あるいは働いている人、あるいは全く無関係な近隣の子どもたちなどへの安全が脅かされる可能性ということを考慮した結果、そのセクションが閉じられたということに端を発しています。その権威については、あの検証委員会の座長であった山梨さんの最初の発表で、そはご説明があると思います。 事態を複雑にしたのは、ですねその閉鎖の判断というものが、不自由展の実行委員の皆さんにとっては、検閲というふうに捉えられた一方で、大村知事や芸術監督を務められている津田さんの判断では、やむを得ない安全上の緊急措置だったという意見の食い違いでした、でこの食い違いには、ですねどっちが正しいかということでは済まない複雑な問題が潜んでいる気がします。 トリエンナーレのわずか2週間前に京都アニメーションの放火事件があったこととか、それから日韓関係が不幸なことに急速に緊張感を増した、こういった予想外の条件も考慮しなければなりませんけれども、より一般的にリスクマネジメントと検閲の関係ということをどのように考えればいいのかといった まあ、あの今後の過程になる問題が潜んでいるというふうに思いますでそういうことを、まあ、海外の事例なども考慮しながらよりく広く深く考えてみようというのが、まあ、今日の趣旨ですでさらに付け加えれば、えー、先日この事件の余波の一つとして文化庁がこのトリエンナーレに対する補助金の交付を取り,取りやめるという決定をしました、えー、このことは、まあ、私たち美術関係者のみならず 様々な分野の研究者や作家あるいいはジャーナリストたたたちに深い衝撃をもたらしましまなぜならそれは一イベントの枠に収まらない広い意味を持つ事柄だからです。ですからその問題についても今日,今日はどこかで少し触れられればなというふうに思っています。で、構成としては一部では検証委員会の山梨座長にまず事の概略をお話しいただいてさらに同じく検証委員会に 法学的な立場から参加いただいていた曽我部先生からのビデオプレゼンテーションがあり、さらにそれを受けて慶応大学の横大道先生から、今回の事案の根幹に関わる表現の自由をめぐる問題を、やはり法学的な見地からお話をしていただいて、そしてその次にですね、国際的な見地から。 長い間に日本を拠点にして、えー、ジャーナリストとして活躍をされてきて現在はエコノミスト氏の特派員であるデイビッド・マクニールさんに今回の事件と、まあ、彼が感じている現在の日本社会についてお話をしていただく予定です、えー、そしてその後20分の休憩を挟んで、まあ、一部でのプレゼンテーションを受けてそのまま横田井戸先生とマクニールさんには 残ってていいただいてその方々に加えて津田さん、それから参加作家の方々、そしてモニカ・メイヤーさん、この方はスカイプで前半だけ参加という形になりますが、モニカ・メイヤーさん、そしてキュレーターとして参加されたペドロ・レイエスさん、それから不自由展の実行委員の1人だった荒井博之さんをお迎えして、けんけんがくがくと議論をしたいというふうに思っています。 えー、そこでは、ですねこのトリエンナーレや日本という枠組みを超えて、今日の芸術、とりわけ強い感情的な反応を引き,引き起こすような芸術を取り巻いて、どのような困難と意味が生じているのか、海外の事例などをも視野に入れながら考えてみたいというふうに思っています、えー。そして、まあ、最後にはその議論がどのように展開するかにもよりますけれども、失業との時間も取っておきたいというふうに思っています。 で明日は、まあ、それをさらに受けて、ですね、えー、出てきた諸問題をさらにまあ深く立体的に考えられるようなセッションにしたいというふうに思っています。えー、そして、この2日間の議論を通じて、芸術と社会の関係性、表現の自由の問題、それから表現と見る人の関係性、歴史と社会という問題、公的支援の問題、あるいはより大きく芸術の価値とはどういうものなのか、といったような問題について、改めて議論を重ね、 未来へとつながるいくつかの思考の補助線ということを引くことができればいいなというふうに思っています。で最後になりますけれども、その未来への思考、未来への思考の補助線という意味で重要なことを一つ付け加えると、あの今回の事件をめぐるやりとりの中から愛知プロトコルというアイディアが出てきました。で今回の件を一つの教訓として、今後の芸術祭などが同じ鉄を踏まないようにするために宣言文として。 私たちが守ららなななければならない最低限のの規約を採択して共有のものにしよううという試みですでもちろんこれに法的な拘束力が伴うわけではないのですけれども美術の世界に関わるもの,の倫理的な指針あるいはより具体的に行動規範としてこれが自主的に採択されることで外的な拘束力というよりはむしろ内発的に常に自らのそばにあるものとして 間違った道に進みそうになったときに意識させてくれる身体化された方向感覚のようなものとして定着していけばいいなというふうに思っています。で、実はそのプロトコルということを選定するにあたって、これは作家だけの問題ではないですし、キュレーターとかそれは裏方で働いてくれる人たち、それから観客の人たちにも関わる問題ですので、広くさまざまな立場からの意見に耳を傾けながら、まあ、採択へと思っていきたいという思いがあり。 叩き台は作家さんたちが今準備しててくれていますでそれを披露してみんなで県権学が,くがく意見を言い合うというワークショップをこの2部,2部構成のシンポジウムが終わった後このままこの会場でやる予定があります。でそれは正式には2部で終わりなんですがちょっと残ってあの興味のある人は残っていただいて3部で。 えー、グループディスカッションのような形をここでやりたいとでその時には私はあのマイクを、えー、アーティストたちに渡して、えー、そのアーティストたちに手動でやってもらうというそういう、まあ、一応あの、えー、スケジュールを考えています、えー、というわけであのとてもちょっと長々しいあのイントロダクションになりましたけれどもあの長丁場ですがどうぞ皆さんよろしくお願いいたします <laughs> じゃあ山内さんどうぞお願いします 司会の林さんから紹介がありました今回のアイシトリエンナーレのあり方検討委員会で座長を務めております山梨と申しますすで <laughs>、えー、に先月の二十一日に国内フォーラムでこの場でいろいろなご説明をしましたが その後25日に先ほど大村知事が言われたように私ども検証委員会として中間発表ごめんなさい中間報告というものを作成して県の方にお渡ししてあります。で今日お話しするのは愛知トリエンナーレ内の状況報告として。 中間報告に書かれていることに基づいてここにあります12の時期の話を簡単にご報告しながらその後25日が終わって 検証委員会を検討委員会に解消して先ほど知事がおっしゃっていましたように今中断している展覧会を再開するという方向でさまざまな動きを 私どもだけじゃなくてもちろん現場の方たちあるいはその表現の不重点その後の実行委員の方たちあるいは作家の方たちとさまざまな関係者との交渉を含みながらやってきましたでその状態が今大体どんなふうになっているかということをこれも簡略にご説明していきたいというふうに思っています。 スライドを次に行ってくださいまず中止に至るまでの過程ですがそもそもこの「表現の不自由分その後」という展覧会は2000去年の2018年5月に「取りンナれない」の企画展として芸術監督自身から発案されてます。 それが今年の4月になってその間にさまざまなやり取りがなされてますけれども4月になって芸術監督と表現の不自由点その後の実行委員会の間でどういう作家のどういう作品をそこに展示するかというリストができてます。 でそれが取り柄んなれないで共有されながら今年の6月の下旬に展覧会を組み立てていくに実際の必要な作品の習慣が始まり7月の23日から30日にかけて展示作業が行われたでこれで次スライドお願いします。 7月31日のトリエンナーレ全体の内覧会オープニングパーティーが行われましたでこの日からこのその後殿に対する抗議の電話が事務局を中心に始まります。 で8月1日トリエンナの初日になりますけども主にやはり事務局に対して抗議電話メールファックスが殺到してきますで2日はその殺到の状態が続いて、えー、県の美術館にガソリンテロの予告の脅迫ファックスも届いてます これは皆さんご承知のようにファックスの発信者は8月中旬に逮捕に至ってます。3日になってこのごめんなさい2日のそういう状況を見て。えー ごめんなさい、えー、トリエンナーレの実行委員会の会長である大村知事との間で、えー、この状態をどうするかという話し合いが始まりまして、えー、芸術監督の方から不自由展の実行委員会にも中止の提案が伝達されていったと。 いう状況がありますでさらに3日に現場の状況を見つつ大村会長と津田芸術監督の判断でもうこれ以上続けると会場あるいは職員採用する職員あるいは県のさまざまな施設 というところでの安全安心が保てないので、お二方の判断で中止あの展示が中止されました。それがあの大ざお概略をお話しすると中止に至るまでの経過です。でこのこの間だけではなく8月いっぱいまでの情報量で言いますと。 メディアを使ったソフトテロ先ほど司会者の林さんも申しましたけれどもそういうソフトテロリズムに類あの電話メールファックスの件数はここに書いてありますように電話が3936件メールが6050件。 ファックスが三百九十三件。これが八月の末までに寄せられています。で、その大部分が一日から三日の間に集中しております。はい、次お願いします。で、この中止された後、私ど私の私が座長を務めておりました。検証委員会の立ち上げがあります。 8月6日以降一方ではこの先ほど言った電話やファックスの攻撃とは別に8月6日以降 トリエンナーレ本体この小さな企画の表現の不充填その後で以外のトリエンナーレ全体に参加している作家たちからこの中止に対する抗議の声明が続きますでこれが9月25日現在で88組 かなりの割合トリエンナール全体からいうとかなりの多くな割合の作家たちがこういうふうにしてます。でその中でも実際にトリエンナールの展示を中止してくれあるいは展示を変更する。 という作家が増えてきまして現在段階現段階では海外作家が13名国内作家が2名の方がこういう要望のもとに中止変更をされています。で、えー、まあ,あの時はちょっと前後違いますが8月9日に愛知県が「愛知トリエンナーレ」の在り方検証委員会を立ち上げます。 でそこで座長を務めることに私はなっておりました。次お願いします。この愛知トリエンナーレあり方検証委員会ですが、ここのかに立ち上がって8月16日に第一回の委員会があを開きました。そこで委員会の役割を公に表明しています。 でそこでは16日時点までの事実経過の検証それとその後将来に迎えた提案提言をするということを検証委員会の役割として申し述べました。で9月17日に第2回の検証委員会。 そして21日に先ほど申しましたこの場で検証委員会の一環として、まあ、言ってみれば検証の一環として出品作家の方たちと県民の皆様の意見を聞き交換する場として国内フォーラムをここで開いてます。 それを経て、さらに二十五日に第三回の検証委員会で検証結果を報告する。中間報告を発表しています。で、この中間報告はかなり大部なものなので。 ここに書いてあるホームページのアドレスに行くと、えー、全てが文章化されたものが全て出てきますので是非、えー、ご覧いただきたいと思いますで。今日これまでにお話ししてきたようなことはこの中間報告に基づいて全部そこに記載されてあることです。 でそういうふうな形で9月25日に中間報告が発表してその同日にこの第三回委員会の終了の時に検証委員会は今後の方策に向けて検討委員会と解消しましたちょっと紛らわしいですけれども検証から一歩進んでこれからのことを考えていこうという形になりました、えー、次お願いします でこの検討委員会については今申しましたように中間報告を出してその末日に以下の条件が整い次第速やかに再開すべきであるというふうなことを申してます。でそれを先ほど冒頭の大村知事の挨拶でも言われていらしたようにこういう条件をつあの がクリアされていけば再開すべきではないかというようなことを検証委員会として申し述べて でこれを検討委員会になってからあの先ほどもこれも申しましたようにトリエンナーレのキュレーターチームやその後の実行委員会の方あるいは他の作家の人たちさまざまな人たちを交えながらこの条件の解決を目指しています。で同時にに、えー、外国についの作家たちについては、えー 我々が検証委員会で分析した要素とは違う見方つまり検閲によってその後点が中断されたというような情報が広まっていたりします。でそればかりではなく我々としては常に こういう国際芸術祭ですから作家たち特に外国の海外の作家たちに情報提供をしながらコミュニケーションを取っていくということが非常に大事だろうということも申し述べております。はい、次お願いしますすそれで今で今が、えー 現とりあえず今申しましたようにキュレーターチームを中心に表現の不十分その後の実行委員会とともに、えー、閉じられた時点の形を原則そのまま持って再開をする。 それに伴って警備ないし伝達対策伝達先言った電話やメールやファックスによる攻撃暴力的な攻撃行動ですけれどもこの対策として鑑賞者は申し込みのガイドツアー方式でやったらどうかとあるいは 展示内容の理解を深めてもらあらかじめ深めてもらうために、えー、教育プログラムこ,うこの部屋にはこういう作品があってこの作品は何を意味しているとかこの全部屋全体がどういうふうな意図のもとで開かれているとかいうような具体的なあ。うん 情報を提供し、えー、ないしそこで議論が沸き起こるような教育プログラムを充実させていくという方向で今再開が図られて探られています。 えー、SNS の拡散防止のために展示空間は撮影禁止とするということについては今まだ最終的な結論は出ていませんそれともう一つ先ほど冒頭で知事が4つの条件とおっしゃってましたけれどもこの4番目に相当しますが、えー、県の美術館内の無料ゾーンに私ども検証委員会がいろいろ検証してきた結果さまざまなことが分かって きましたけども全体の分量は非常に膨大なものなのでそこを抜粋して県民の皆様に情報公開をするということで必要事項を誰でもが見られる無料ゾーンに掲示するという作業をトリエンナレ事務局を中心に進めております次お願いします。 先ほど司会の林さんがおっしゃってましたけれどもその愛知宣言プロ愛知プロ,トプロトコルですねを作成するということも、えー、我々検討,委員が検討委員会が中心ということではなくて作家たちとキュレーターチームが中心になり今草案を作成中です。 で先ほど申しましたように今日この場でもあ、えー、そで作家たちから今こんな状態であるというふうなこの発表がある、えー、と期待してます、えー、この全体としてはこの10月17日に最終日を迎えるトリエンナーレの会期末までに整えるということを目指しております。 でまあこれはこのプロトコルの趣旨はまあ多様化が進む世界を分がいろんなところで分断の,あの状況が起きてますからそういう分断から救い互いの人権を尊重し合う社会の根幹を成す表現の自由を保障し自由な意見交換が確保される場合としてのトリエンナーレを目指していこうということを そして美術ないしさらにはもっと広い芸術がそうした社会を作り上げる上で基本的な力を内包するものであるということを歌うう大ざっぱに言うとうんと縮めて言うとこういうことを趣旨としたプロトコルの作成を目指しています次お願いします。 これは作成のプロセスですけども今左から2番目の欄にありますアーティストの有志たちが原案を昨日の夜作成して今日提案をされてさらに今日も含めて明日も参加方の会議の中でいろんな意見を聞くという機会があるでしょうし。 それをもとにして明日からはこのプロトコルを起訴するためのワーキンググループを作ってそこでその案を練っていこうでそこには市民、県民の皆さんのパブリックコメントだとかいやあの寄せられた意見も 取り入れながら10月14日最終日には正式なプロトコルとして会長その他の方たちに提出して署名をいただけたらというふうに思います。 でプロトコルが採択されるとそれを実行するためにさまざまな措置が必要になりますのでそれを県にお渡ししてやっていくというふうなこと次お願いします。 でこのプロトコルができるとどういう普及効果があるかということですがまずは今先ほど来申しましたように海外外国のアーティストたちも今の愛知トリエンレナーレ内の事態に非常に大きな関心を寄せています。あるいはその参加作家だけではなくてもっと広い形で作家たちあるいは外国の美術館 というものも同じように強い観察をも観察あの関心を持っていらっしゃる。あるいは国内の例えば横浜トリエンナーレといった今日本各地で技術祭が行われていますけれども、そういうところにもにも一つの考え方の拠り所になっていくだろう。 あるいは参考にしてもらえるだろうというふうに思いますそれと先ほど橋さんがおっしゃっていましたような文化庁から一度審査を取っていたこのトリエンナレに対する交付金が不交付に なったとといいうことが発表されていますのでそういうところに対する抗議も含めてこのプロトコルだけじゃない対応をいずれアイシトリエンナレあるいは愛知県としてしていかなければいけないというふうにも、まあ、あの検討委員会としても思ってます。そういういところへもあの 美術芸術あるいは芸術祭のあり方というものはこういうものであるから不適切な交付金不交付の決定というものを考え直してくれというふうなところに力が及んでいくんではないかというふうに思います。以上で私の 8月以来あるいは私ども検証委員会が検討委員会に名を変えて、えー、進めてきた。 あことで今は再開の主体は私どもの委員会よりもキュレーターチームや現場に関わる人たちが主体になっていかなければいけない段階になっていますが私どもも再開に向けてできることは力をお貸しするというふうな 位置づけで進めています。私からの現状今までの経過と現状の報告は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。マネスさんありがとうございました。えっとあの先ほどちょっと言い忘れたんですけど、あの今回えっとプレゼンテーションしていただく方々それから。 議論に参加していただく方々の略歴というものが皆さんのお手元に多分あると思いますいちいちいち私からそれぞれの方を紹介するということはしませんけれどもこの略歴をご参照なさってください。それからですね今最後に山下さん文化庁の話をされましたけどこれはもうかなりご存知のように。 あのいろんなところで話題になっていて、まあ、あの日本中いろんなところから抗議、まあの,の声明とかそういうことが出てるわけですけどもたまたまあの昨日、えー、とあの海外の友人からこの,あのサイトが送られてきて、えー、あの日本の芸術家ジャーナリスト学者を支持する表明ということであのこれは海外にいて日本,研究日本のことを研究してるそのサイトに行ってもらえますかね。はい、あの している人たちがあの、まあ、世界中の人たちですねあの中心になって呼びかけ人になってくれたのはずっとページをちょっと下がっていってもらえますかあのドイツの人なんですけれどもここにごめんなさいその辺とまってもらえますかね一番からずっとこうあの名前がありますが、えー、あの本当に日本研究の大家も含め若手も含め世界中の学者たち学者ジャーナリスト作家たちが、えー、今現状で言うと,、えー、と100何名だったかな一番下まで行ってもらえますかね。 えー、かなりの,あのアルファベット順に名前が並んでますけども、えー、これたった日日かでで集まった数ですそれでこれをあの今随時名前を足していって更新をしていくというふうに言っていて、えーっとまあ、ドイツの,あのチェルナーさんという人が呼びかけ人になってもう一人あのトレーデさんというハイデルベルグ大学の,あの先生ですけども彼女も呼びかけ人になってくれてあの何かできることはないかということなんで,でそれで。あの 急遽こういう文章を作って世界中の日本研究の人たちからまあ署名を募ってこういう声明を出してくれたということがありますなのでこのまあ文化庁の今回の決定というのはまあそれほどあのまあ研究とかにか携わっている人はあの感覚的に分かると思いますけれどもありえない事態が起こったっていうまあ衝撃だったわけですね。あのそれはやっぱりあのあの海外の人たちも非常に重く受け止めていていいこういう形で さまざまなところで抗議が出ていて、まあ、まさに国際的な問題になりかねないようなところにまで今行っているというようなことです。えーっとはい、それで,です、ね、あの次はあの、えー、曽我部先生、えー、っとこの方は山梨さんと一緒に検証委員に関わっていらっしゃった先生で、えー、っとあの今検討委員会というふうになりましたけどもそのメンバーでもいらっしゃって。あの 法法律のの専門憲法の研究者ですねその曽我部先生から、えっと、ビデオであのプレゼンテーションということになってますので10分ぐらいのそのプレゼンテーションで「民主主義における表現の自由の根本理念」というあのお話をしていただきますではお願いします。 この国際フォーラムの冒頭のプレゼンテーションとして私の方からは表現の自由の根本理念について憲法学の立場から簡単にご説明をいたします芸術の自由や美術館の在り方についての憲法学の考え方については次の横大道先生からのプレゼンテーションに譲りここでは少し大きな話をさせていただきますまず少し歴史を振り返りますそうすると表現の自由は憲法で保障されるさまざまな人権の中でも 最も古典的で重要なものの一つであるということがわかります1776年アメリカで作成された世界で最初の近代的な人権宣言だとされるバージニア権利商店は表現の自由は自由の有力なる防災の一つであってこれを制限するものは先制的政府と言わなければならないとしていますまたかの有名な1789年のフランス人権宣言も表現の自由を人の最も 貴重な権利の一つだと言っていますこのように表現の自由は欧米近代の人権保障の歴史の中で格別の重要性を持つものと考えられてきました1946年に制定された日本国憲法も一切の表現の自由を保障するとしていますがこれはこうした欧米の流れを踏まえたものですさらに日本では戦前表現の自由が厳しく弾圧された苦い経験を持っておりその反省を踏まえて 単に表現の自由を保障すると宣言しただけではなくそれに加えて検閲を禁止することも明示的に定めていますではなぜ表現の自由は重要なのでしょうか表現の自由の重要性を裏付ける理由には様々なものがありますが表現の自由の根本理念との関係で重要なこととしてヨーロッパ人権裁判所の判決を紹介したいと思いますヨーロッパ人権裁判所はヨーロッパ人権条約という条約を 加盟国が守っているるかかどうかを監視すす裁判所です日本ではあまり知られていませんがヨーロッパ人権条約はヨーロッパ諸国だけではなくロシアやトルコなど周辺諸国も加入する非常に重要な条約ですこの裁判所が1976年に下した有名な判決に次のような一節があります「表現の自由は民主的社会の本質的基礎であり社会の発展及び全ての人間の発達のための基本的条件である」 表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでもよいこととみなされる情報や思想だけではなく、国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものも保障される。ヨーロッパ人権裁判所によって示されたこのような考え方は、日本をはじめとする他の民主主義国にも同様に当てはまるものです。 残りの時間は今の引用について少し説明する形でお話をしますまず表現の自由は民主的社会の本質的基礎であるという点についてです表現の自由と民主主義との関係はさまざまなレベルで語ることができますがここでは2つのことをお話しします第一に社会をより良くするための政策論議にはいわゆる不都合な真実も含めて率直な議論が必要であるということです ちょうど10月1日から消費税の税率が上がりましたがこれ以上に税率を上げることが必要なのかどうなのかいずれまた議論になるはずですもちろん税率が低い方がいいという考え方が強いのでメディアでもそのような意見が多く紹介されますしかしそのままで良いのか税率を上げないことによって何か重大な問題が生じないかという不都合な真実も国民は知る必要がありそのような不人気な意見も含めて あらゆる意見が議論されなければ適切な政策決定はできないでしょう民主主義との関係での二点目は権力監視のためにも表現の自由は不可欠であるということです権力は必ず腐敗するという言葉がありますが民主的な選挙で選ばれた政権といえども例外ではありません権力監視のために特に期待されるのは報道機関です先に紹介しましたヨーロッパ人権裁判所も報道機関は 民主的社会の番権として重要な役割を果たすということを繰り返し述べていますまた日本の最高裁も報道の自由は憲法が標榜する民主主義社会の基盤をなすものとして表現の自由を保障する憲法21条においても数様な地位を占めるものであると述べておりまして表現の自由の中でも報道の自由が重要だとしています現在の日本では報道機関に対する信頼が低下している印象を受けますが これは民主主義にとって非常に懸念すべき状況と言わなければなりません以上表現の自由と民主主義との関係について述べてきました開かれた政策論議のためにはあらゆる意見が認められなければならないということ権力監視のためには表現の自由とりわけ報道の自由が重要だということですこのテーマでは他にも指摘すべきことはありますがまずはこの2点をご理解いただければと思います 次に先ほどのヨーロッパ人権裁判所の判決の言うところでは表現の自由は全ての人間の発達のための基本的条件であるということについてです表現の自由は他の人権と同様に人がその人らしく生きていくために不可欠な自由です人は誰しも社会に向けて訴えたいこと発信したいことがあるはずです特に社会の多数派の常識と異なる考え方を持つ人々はそのように思うと考えられますがしかし このような少数派の人々は多数派の同調圧力にさらされて生きづらさを抱えがちでその表現の自由を尊重する必要性はとりわけ高いものがあります。例えば50年前のの女性の置かれた状況を考えてみてみください今よりもはるかに男性中心的な社会の中でたとえ大学に行くことができても卒業後は男性の補助的な仕事しかなく結婚すれば当然のように退職して専業主婦になるというライフコースしかなかったわけです。 そうした中で、より自律的な生き方を求める女性たちは社会に向かって発言する切実な欲求を持っていたわけでそれは表現の自由として保障されれななければなりません。こうしたことは社会の多様性を尊重することにもつながりますまた発信された表現に接した人々にとっても考え視野を広げるきっかけとなるこうした表現の受け手の権利は知る権利と呼ばれこれも表現の一部として保障されます 第三に表現のののの自由は社会の発展のための基本的な条件だということですこれは今挙げた女性のの地位の例かからもわかります少数派であった自立を求める女性たちの声が最初は当時の常識に反するとして非難を浴びたことでしょうが徐々に多くの人々の賛同を得て少しずつ女性の生き方の多様性を認めるようになってきています日本ではなお多くの課題が残っていますが50年前と比較すれば社会は大きく変わった と言えるのではないでしょうか表現の自由には人々を説得し社会を動かす力があるのですその時々の常識に反するからといって少数派の人々から発言の場を奪うのは誤りです最後に表現の自由は好意的に受け止められたりあるいは害をもたらさないまたはどうでもよいこととみなされる情報や思想だけではなく国家や一部の人々を傷つけたり 驚かせたりまたは混乱させたりするようなものにも保障されるという先ほどのヨーロッパ人権裁判所の判決の部分ですこれはこれまでの3つとは違い表現の自由がなぜ重要かという議論ではなくどのよの表現までが許容されるかという問題についての指摘ですこれまでのお話にも出てきましたように社会の少数派による表現には多数派の常識に真っ向から反するという意味でショックを与えるようなものがあります 先ほど来言及してきた女性の地位の例で言えば女性の自立の一環として女性の性的な自,自由を求める主張は当時の多数派が持っていた女性の定説を重視する道徳観と正面から衝突し大変な非難を招きましたしかしこのようなショッキングな意見であっても表現の自由として保障されなければならないというのが今紹介した判決の示すところで日本でもこうした考え方が取られるべきでしょう もちろん表現の自由といっても限界はあるわけで例えば名誉やプライバシーといった特定個人の権利を侵害するようなものや子どもの性的搾取の一環である児童ポルノの製造や流通といったものは表現の自由を上回る価値があるものとして法律によって禁止することが許されますしかし多数派の道徳観や常識に反するという意味でショックを与えるといった程度の理由で表現の自由を制限することは 今回述べてきた表現の自由の根本理念に反することだと言わざるを得ません。以上、冒頭から抽象的な話で恐縮でしたが、基本的な考え方をお話ししました。表現の自由は民主主義社会にとって不可欠であり、個人の人格の発展や社会の発展のための基本的な条件となるがゆえに、最大限の保障を必要とするということがご理解いただけたのであれば幸いです。ご清聴どうもありがとうございました。 ございまししたっていうのも変なななな話話でですけど、えー、なかなか貴重なお話でしたあの次はですねあのやはり同じあの法学的な観点から横太道先生に「表現の自由の今日的課題」ということでお話をいただきますあのその前に一つだけちょっとエピソード的に付け加えておくと今のお話,お話聞きながらあの表現の自由っていうものがやっぱり時代とともに変わっていくその あの歴史的な経緯ということを考えた時にやっぱり芸術の歴史と表現の自由の歴史っていうのはやっぱりどこかでかなり深くリンクしてるんだなということを思いましたつまり例えば印象派の絵画これ皆さん今印象派っていうのは万人に愛されているあの絵画のスタイルかもしれませんけど1874年に、えー、第1回の印象派展があった時にどんな批評が行われたかご存知の方 どれだけいらっしゃるか分かりませんけどもとにかく「万人に嫌わわれたわけですねでセザンヌの絵」なんていうのはあの薬物中毒者の絵だとかあるいは気が狂ってる人間の絵だというふうな評論まで出ていてほとんどの人に印象派というものはまあこれは芸術ではないという判断を下されていたところがそれが今や万人に愛される印象派みたいなものがその芸術的価値を認めるものになったというような経緯こういう話は芸術史にはもう満載です。 逆に言うと芸術史はこういうものによって成り立っていると言ってもよくてその意味でもそのあの価値の時間性というか現在,現在の見方だけで価値を測ってはいけないものとして、まあ、芸術というものが存在しているということは、まあ、あの今のお話を聞きながら思い浮かべました。それでは横田衛道先生お願いいたします 慶応義塾大学の横田道と申します私の方からはスライド用意してもおりませんので口頭でお話をさせていただければと思いますまず曽我部先生のお話で表現の自由が有する重要性であるとか価値についての話がありました私の方からはそれを受けて今日的にどういうことが表現の自由の問題になっているのかそれについてお話しさせていただければというふうに思います 先ほど曽我部先生のビデオを見ましたけれどもその中で表現の自由は少数者とか嫌われているような表現社会に対して物議を醸すような表現そういったものであっても守っていくこととが重要だというお話でしたここで守っていいいくとううううのは一体どういう意味でしょうか通常表現の自由が想定しているのは「あの表現をしたやつはけしからんから逮捕しろ」であるとか「 ああ政権批判をするような奴は牢屋にぶち込めまあそういった事態を念頭において表現の自由というものは考えられ自由な意見を述べることができるそういう状況を作り出そうこれが表現の自由の伝統的な理解だったわけですしかしそれをやっては憲法違反になりますしそんなことをやったら どこまで叩かかれるか想像できますよねですからそんなことをやることは基本的には今はもうないです。となるとどういう形で表現の自由に対して国家は関与してくるかというとまさに今回の展示「不自由展」という名前が意味軸も示していると思いますけれどもそういった形での関与になってくるわけです。つまり場所を貸さないであるとか援助をしない。 あるいはサポートという意味での講演をしないというような形で不人気な表現が世の中に流通する機会をじわじわと奪っていく狭めていくそういった形で関与してくるこれが現現代型の表現のの表自由の問題とということになるわけです今「現代型」と申しましたけれども昔からこういうことは実際はあったわけでそれに対してどうやって 表現の自由はああ戦っていくかこれはああ表現の自由の教科書なんかを見るとですね大体触れられているところになります例えば道路考えてみましょう国道であるとか市道ですよねこれなんで道路使わせてデモ行進やらせなきゃいけないんですかこれ国の管理しているところでしょうあるいは愛知県が管理しているところでしょうなんでかさなきゃいけないんですか。 貸してあげる代わりにこういうこと言っちゃダメだ貸せる代わりに俺たちの都合のいいことだけ言いなさいこれが許されるかこれは許されないわけですねそれはなぜかというともともとはこれはアメリカの判例があるんですけれども管理権の問題だと貸す貸さないは俺たちの自由なんだから貸すにあたってどういう条件をつけようがそれは勝手でしょうという時代があったわけですねしかしそれでは表現の自由が実質的に守られないじゃないか そこで、えー、本来道路というのはあ国民が表現活動のために使ってきた場所なんだとこれをお難しい言い方をするとパブリックフォーラムという言い方をしますけれども公的な場所なんだとだからそういうところのお表現活動というのはいくら国や自治体が管理権を有している場所であっても原則自由で認めなければいけないそういう話をしてくるわけですね。あるいは 道路とか公園とは違って、えー、文化施設を作った場合どうでしょうか公民館であるとかあるいは国立の劇場でもいいですし貸し会議室でもいいかと思いますあの国や自治体が設置したそういう施設の場合はどうでしょうか今のお政権を批判する団体には貸さないであるとかあるいは愛知県政を批判するような輩には使わせないこれはいかがでしょうか これれやっぱり許されないと考えられるわけですね。それはなぜかそれはあその施設の設置の目的は愛知県であるとか国の立場を伝えるためのものではないと市民が表現をするための場所を与えているんだからそれは自由にやらせるべきなんだ言い方を変えますとそもそもそういう施設を作る作らないは判断できるけれども一旦作ったのであればやっていいことと悪いことは出てきますよと。 それは貸した以上は基本的には自由に使わせなければいけないあくまで、えー、あの危機管理上の理由であるとか100人しか入らないところに1,000人の規模のイベントをやるとかそういった場合は別ですけれども原則として使わせなければいけない、まあ、そういう形で、えー、議論が積み重ねられあるいは判例が生まれてきているというのがこの間進んでいる事態になるわけです。 さて、そうしたときにこの芸術の問題はどうでしょうか芸術祭、国や自治体がお金を出してますよね。じゃあ国や自治体にとって都合の悪い表現あるいは気に食わない表現に対してそんなものを出すならお金を出さないこれは許されるでしょうかもちろん例えば演劇のイベントをやるのに。 えー、パフォーーミングアートあるいは絵画のために勝手に金を流用するというようなことがあったらそれはおかしいでしょうと口出すことはこれは全然問題はないと思います。つまり口を出すことが全くいけないのではなくてある程度までどの分野とかどのジャンルに我々は補助金を出しますあるいは場所を貸しますそれと言ってることが違うでしょうというのはある程度までは納得できますけれどもしかし内容が気に食わないその理由で、えー、仮に、えー 場所を貸さないであるとか補助金を撤回するということが許されるかこれがまさに今問われている問題になるわけですこの時憲法学ではどういう議論をしているかというとやっぱりお金を出す以上口も出したくなるとでもそれを何とか食い止めるために間に専門家であるとか専門機関を挟んでその判断に委ねようということがです、ね、言われてきたわけです で今回後で議論になると思いますけれどもその間に入っているこのトリエンナーレの実行委員会でしょうかそれの代表と知事が同じ,でいうと,同じということでですね政治判断なのか会の判断なのか中立的な判断なのかが見えにくくなっているという行動上の問題はありますけれども基本的にはそこを分離してやっていこうというのが今のところ議論されているような流れになっております。 でこの議論の前提として、えー、1点最後に指摘しておきたいんですけれども間に専門家を挟んでそちらにお金を出すとですから我々はそこで展示された作品に賛成してるからお金を出してるんじゃないと芸術のイベントにお金を出したんだとその作品の良し悪しはプロが決めたことなんだから口は出しませんでこういうスタンスで臨むべきだということで議論するわけなんですけれども問題は 本当にプロが育っているかそのプロというものが萎縮せずに活動できる状態にあるのかということになると思います専門家が日本においてどれだけ、えー、貢献力からの、まあ、圧力なりあるいはなんでしょうねその忖度と言いますかこういうことをやったら次どうなるかなというところを跳ね返して自律的な判断をできるかどうかが問われているのが今回の事態であったというふうに思っております えー、与えられた時間は十分ということでですね、あの話したいことはたくさんあるんですけれども、この後またあそういう機会があれば言及したいと思います。ご清聴ありがとうございました。えー、小田和正先生ありがとうございました。あの今のお話を聞きながら、もうこうまたいろんな考えが頭をよぎったんですけど、まあ一つは。 まあ、パブリックフォーラムっていう言葉が出ましたけどあの私はたまたまこうあのバイオリンガーなので英語のスペースで生きてたり日本語のスペースで生きてたりするんですけどもそのパブリックということを日本語にする時に「 公というう字を使うこの公金とか公的女性とか公というあの字を使うんですがそのどうも英語で使パブリックって言ってる時の,その身体感覚と日本語で公っていう言葉を使う時の身体感覚がずれるんですね。で日本語の公っていうのはどうもやっぱりかみのとかそういうニュアンスが昨日もそういう話をあのあのしてたんですけどもあのそういうニュアンスがどうしても出てきてしまうそれはちょっとやっぱりもともとのパブリックっていう考え方を の大事さその多様性ということをやっぱり取り戻さなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いながらお聞きしてました。 えっと次はですねデイビッド・マクニールさんにご登壇いただいて、えっと、デイビッドさんはあの、まあ、いろんなところで活躍されてて外国人特派員協会ですかあの司会なんかでもねよくあの出てあのいらっしゃいますけれどももう19年間ですか日本にいらっしゃって、えー、そのいろんなあの海外の報道機関に寄稿されながらあの大学でも。 えー、教鞭をとらえているという方です。でデイビッドさんにまあ日本の社会と今回の問題についてちょっとあの語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。えっ、ー、と19年日本にいますけれども恥ずかしいことにあの。 <laughs> um, just to give uh, a to introduce myself, uh, I used to be a correspondent for the Independent newspaper, uh, which is a British newspaper, for 12 years. Uh, I also used to write for the Chronicle of Higher Education, which is a weekly American newspaper. And I currently write for The Economist, which is a weekly newspaper, British newspaper, considered quite conservative. Uh, I've been a member of the uh, uh, FCCJ, the um, Foreign Correspondents Club, uh, for about 15 years. And for a large number, of, a large amount of that time, I have been uh, the chair of the Events Committee. The Events Committee plans press conferences for the FCCJ. Um, and I've been asked just to give some context for what's happening, what I think is happening in Japan. Uh, my opinion is that what happened at the Triennale is not an isolated case. Uh, it's one example of many. Uh, perhaps uh, a very, very uh, important case, to me, the most important case of uh, self censorship that's happened in Japan in the last 20 years. My position uh, as a journalist, as a foreign journalist, and also my position uh, as a member of the FCCJ makes me a target for, uh, for criticism from people who say that foreign journalists are anti-Japanese uh, or that they have some kind of agenda against Japan. Uh, and um, I want to give a couple of examples of things that have have happened to me over the years. Uh, one, I found that the Japanese media uh, often will ask foreign journalists difficult questions or questions about difficult things that the foreign, that the Japanese media struggles to to deal with. Uh, one of course is the imperial family in Japan. Uh, another is war crimes. Anything to do with World War II. Most foreign journalists I know in Japan hate writing about war crimes. They don't want to write about World War II. It's 75 years ago. But they are forced to. They are forced to write about World War II uh, because it keeps coming up in Japan. It's never ending, the discussion on Japan's responsibility, uh, the discussion on what Japan did or didn't do. So we have to write about it. Um, so over the years, I've been asked by many publications in Japan to write about uh, or to speak about difficult issues. Uh, and I'll just give you two examples. Um, when Princess Kiko, uh, was pregnant in 2006. Uh, foreign journalists were asked for their opinion of what they thought about this. And most foreign journalists at the time were quite struck by the way that the debate had focused on the purity of the imperial bloodline, the ketono um, junsu in Japanese. So, in other words, there was a discussion, if you recall, about whether Japan should have a female emperor and quickly the discussion became no we cannot allow that because we need to protect the purity of the imperial bloodline and a lot of foreign journalists thought that that was uh, a little bit odd and we said so and i was interviewed by uh, fujitelebi uh, and i said that and the person who was interviewing me was obviously uncomfortable and kept saying uh, right? And he wanted me to talk about how happy English people were that Japan would have a new heir. That was the only thing he wanted me to say. And I wouldn't say it. <laughs> uh, and it, the interview went on and on for about an hour. And eventually I did say it because I was so fed up. He was in my house. This TV crew was in my house, five man crew. And I just wanted them to go. So I did say, yeah 嬉しいですよ, right? Something like that. The interview was never broadcast. It never appeared on TV. And again, when, uh, just before Princess Kiko gave birth to Hisahito, Prince, Prince Hisahito, uh, I was asked to write an a, a big feature for Newsweek Japan called uh, Why a Girl Would Be Better for Japan. And the editor at the time, who was Japanese, of course, Keigo Takeda, he said, We would like you to interview experts about why a woman or a girl would be better for Japan. I wrote the story all the way along the line. The story was watched by the editor and guided by the editor. And then in the end, the story was never published, it was never run. Now, in both cases, what was said to me was, Are you not afraid of the hampatsu, the reaction? Are you not afraid of the uyoku? Are you not afraid of what will happen? My impression in both cases was of course, I understand the threat from right wing activists and so on, but I do think that the editor and the producers, the people in control, were using the threat of right wing violence, were using the threat of difficulties to avoid discussing something that they thought was very difficult. And I've seen that again and again in Japan. Where, where you should, in my view, uh, confront an issue, the threat of something happening, the threat of violence, the threat of intimidation is enough to cancel something. Um, I've noticed, just in terms of context, since 2012, I've noticed that our most foreign journalists in Japan have noticed that there has been an increase in intimidation, uh, trolling, online trolling. Uh, there has been uh, an increase in what we might call government pressure of some kind or another. Um, the foreign correspondence club website has been attacked many times. most foreign journalists who are in japan uh, will tell you that the, the criticism that they get has increased in the last six or seven years. Uh, i don't need to tell you some of the famous cases that have happened as well over the last six or seven years. Uh, the most famous was the sacking of Fudotachi ichiro of hodo station, uh, the uh, Ishi, uh, sorry, kishi shikitada of tokyo broadcasting company, and kuniya hiroko of uh, nhk. all of those happened at the same time. all of the foreign journalists in japan wrote about that as an example of the change, the change in political atmosphere in japan. Um, i think that also there has been, sorry, i'm just forgetting my slides here. Um, this is an example of the kind of pressure I'm talking about. This is a journalist called Karsten Germais, who is a German journalist uh, who left Japan a couple of years ago. Uh, before he did, he said that he had experienced his own pressure from the government. He had written a lot of German journalists write about war crimes in Japan, <clears throat> and he had been visited. By someone from Gaimusho who accused him of taking bribes from China. And he wrote a piece about this, uh, sort of saying that this, something has changed in Japan, something has changed since 2012. And the piece was read by a lot of people. <clears throat> uh, this is exa an example just of the kind of things that we organize at the FCCJ. Uh, this was a press conference with Uemura Takashi. Uh, Uemori Takashi, of course, is the Bet Noir of the uh, right wing in Japan. He is an Asahi journalist who is blamed for starting off all of the comfort women issue uh, between Korea and Japan. Now, <clears throat> I could go on about this. I, I, what I want to, because I don't have much time, what I want to stress is that I think that the political atmosphere in Japan has changed in the last uh, six or seven years. In a way that's not very good or not very healthy for freedom of expression. And this has been recognized uh, internationally. David Kaye is the UN, UN repertoire, repertoire for freedom of expression. He came to Japan two or three years ago and he interviewed 100 journalists and he wrote a report which was very critical of what he said were threats to freedom of expression in Japan. Uh, and that report got a lot of attention worldwide. And of course, also, uh, Japan has declined in the freedom of expression rankings uh, by reporter San Frontier from 12 in 2010 to 67. Its current place is 67. It actually declined to 72 at one point, but it's gone back up again. Um, in terms of, that's just the background. In terms of um, what I think should be done, um, let me just talk about uh, what I think, first of all, should be done and what I think uh, happens when censorship occurs. This is a movie which some of you may know, which a foreign journalist wrote about 10 years ago called Yasukuni. It was a documentary. Actually, I thought it was a very good documentary. Uh, by a Chinese director who knows Japan very well. And uh, the same issues came up for that movie 10 years ago. Uh, maybe people have forgotten, but it received some money from Bunkacho. It received some public funding. And the uh, conservatives attacked the movie and attacked Bunkacho for giving the, uh, giving the director money. Uh, all of that is now past tense. The result was, though, that the movie was written about all over the world, including by people like me, and the movie was seen by many people in Japan. And we do see this pattern where you attack a movie or you attack a piece of art or whatever it is, and it becomes more popular as a result. And the most recent example of that that I can think of is Su uh, which is, of course, a documentary about comfort women made by a former student at Georgia at Sofia University, which has been attacked, of course, uh, and has a, as a result, well, partly as a result become hugely popular. So people are very curious about the movie. They've been queuing all around Japan, and it's now being screened in America as we speak. Hayashi Sensei knows the director, Miki Dezaki. Uh, and it's going to be screened in the UK. The point I think I'm making is that attempts to censor things often backfire, at least abroad. They become a bigger issue abroad. People are more likely to cover them. Um, I think I have a lot more to say, but I think maybe what we'll do is we'll save it for the discussion if that's okay. We can talk about the safety issue and what I think about it. Just let me show you two more slides. Um, this is an exhibition that ran in the Barbican, the Barbican Theatre in the UK, in 2014. Um, it was organised by somebody on the left, an artist who could be considered on the left, uh, who wanted to uh, demonstrate the evils of slavery, and his way of demonstrating the evils of slavery was to put actors, black actors, in handcuffs and chains, and. The exhibition was uh, targeted by people who were very angry at the image of black people in chains, and it was shut down. Now, the point about showing that is that the attacks on freedom of expression don't just come from the right, they can come from the left as well. And the age we're living in now, because of the internet, it sets off these firestorms. Where people divorce the art or whatever it is from its context. They only look at the image itself. They generate these little bubbles, these internet bubbles, where people get more and more outraged. And then they attack something without appreciating the context for what is happening. And one more slide. My country is Ireland. Uh, Ireland has a long history of censorship. Uh, almost every irish author, uh, author i should say, an artist, has been censored. Um, many of the irish, uh, most famous irish authors, such as james joyce, james joyce may have written the most famous, or certainly one of the most famous english language books, ulysses. Uh, ulysses, you could not read it in ireland from 1922 until 1960s when it was eventually freed up. Uh, and there are many, many books like that. and today, of course, these artists are considered part of ireland's cultural treasure. and as i said to somebody earlier, the government makes a lot of money off these artists. Um, so the, the, the definition of what is a country, you know, the definition of ireland, the definition of japan, is a shifting thing. it's a changing thing. it's not static. and that's, i think, the point i want to leave you with. thank you very much. ありがとうございました、えーとあの。ジェームス・ジョイスがアイルランドで60年代まで読めなかったっていうのはちょっと知らなかったです。<laughs> あのまあ、ご存知のようにアイルランドとイングランドすごくあの複雑な歴史があって。あの カトリックと、まあ、プロテスタントといろんなあの歴史がありますけれどもあのアイルランドはもう本当に素晴らしいアーティストをたくさん輩出したあの国で、まあ、ジョイスもそうだしバーナード・ショーとかもそうだしフランシス・ベーコンももともとアイルランドだったと思いますけどあのすごい文化的な 伝統を持った国だなぜ知ってるかっていうと、えー、逆に言うと彼ららがアイルランドの武国でセンサーをされたからだとでジェームス・ジョージの場合はパリに行かなきゃいけなくてパリのまあ,あのアバンギャルド・サークルとまあ交わってあのあのヨーロッパであの大陸で活躍してたわけですねああいうことをやっていたでそ,れそういうことを考えると、まあ、確かにエロニカルですね国のアイデンティティとか国のバリューっていうものがあの国際社会の中でどういうふうに形成されていくのかっていうのを 実は非常にそれがあることをいいと思ってやってもそれが逆作用に働くこともあるというような複雑な構造がそこにあるということを非常に端的に示していただいたと思います。ありがとうございい。ました。えとそれでででここで休憩ですよね。はいでこ これで、はい、あの第1部が一応終わりということで20分の休憩を取ってでその後あの他の方々にも壇上に登っていただいてディスカッションをするという段取りになっていますえ。ですので、えー、20分ということは45分から始めるということでいいでしょうかねじゃあ2時45分から第2部を始めるということにしますどうもお疲れ様です。